こんにちは。この動画では電子工作初心者向けに M5 スタックの使い方を解説します。 M5 スタックは以前解説した Wi-Fi モジュール ESP32 に液晶ディスプレイやスピーカーや電池が付いたものです。これ一つでかなり完成されたツールです。もはや電子回路、基板の設計やハンダ付けなどは必要なくなり、プログラミングだけでほとんどのことができます。M5 スタックの活用はこれまでの電子工作の集大成であり、この解説動画も今までの解説のまとめのようなものになっています。まず最初に、ディスプレイと音声の使い方について紹介します。ディスプレイと音声。M5 スタックにはディスプレイがついています。簡単なコードで画像が表示できます。SD カードにたくさんの画像データを入れて連続で表示すれば動画になります。もちろんゲームも作れます。操作は付属のボタンでもいいですし、Wi-Fi や Bluetooth を使って携帯やゲームコントローラーを使うこともできます。SD カードにフォントや文字コード表を入れておけば、文字も表示できます。ESP32 は Wi-Fi でインターネットにつながるので、最新のニュースや Twitter のつぶやきを表示させることもできます。CPU はなかなか高速で、メモリもたくさんあります。ちょっと高度なこともできます。SD カード中の MMD モデルのファイルを読み込んでリアルタイム表示させてみました。M5 スタックにニューラルネットワークを実装し、手書き文字認識をさせてみました。M5 スタックにはスピーカーが付いています。SD カード内の音楽ファイルを再生したり、Bluetooth スピーカーとして利用することもできます。M5 スタックにはマイクが付いているものもあります。SD カードに音声を録音したり、音声を風鈴へ変換して判別したり、クラウド AI サーバーに渡して音声認識したりできます。では次に、M5 スタックに他のものをつなぐことをやってみましょう。モジュールをつなぐ。M5 スタックには IO ソケットが付いており、ブレッドボードワイヤーなどで他のモジュールとつなぐことができます。また下の部分を乗せ替えたりして、他のモジュールをつなぐこともできます。IO には汎用 IO のほか、AD コンバータ、DA コンバータ、シリアルポート、SPI、I2C、インター IC サウンドなどの周辺機能があります。温度センサーをつないで温度を測ってみました。ドットマトリックス LED をつないで、ニュースの電光掲示板を作ってみました。7セグバットアップルを再生してみました。
最後に、クラウドサーバーとの連携について紹介します。IoT 入門。電子工作は、インターネットにつなげるのが当たり前の時代になってきました。インターネットといってもウェブサーバーだけではなく、データ収集や AI 機能を持つクラウドサーバーにつなげることが多くなっています。クラウドサーバーの一つ、Google クラウドプラットフォームにつないでみましょう。まず、個人で使用する程度の量であれば、ほとんど無料で使えます。しかしそれでもカードを登録してアカウントを取る必要があります。アカウントを取れば、いろいろなクラウドサービスが使えるようになります。クラウド IoT Core という IoT 用サービスを使ってみましょう。M5 スタックのような IoT 端末からデータを集めて管理するサーバーです。サーバーへのアクセスはブラウザでできます。名前や設定を適当に決めて、アクセスするための鍵を得ます。この鍵を使って M5 スタックからサーバーにアクセスすればデータの保存、取得ができます。これで M5 スタックに繋いだセンサーなどによるデータ収集、保存はもちろん、サーバーを介したコントローラなどといった使い方もできます。また収集したデータを Google クラウド内の分析ツールで可視化したり、AI で解析したりできます。Google クラウドプラットフォームには、クラウドスピーチトゥーテキストというサービスもあります。つまり文字起こしサービスです。これを使えば、M5 スタックのマイクに話しかけることでテキスト入力をしたり、音声で何かをコントロールしたりできます。翻訳を行うクラウドトランスレーション、テキストを音声に変換するクラウドテキストトゥースピーチを使えば、翻訳機が作れます。またこれらと会話環境を構築するダイアログフローなどを使って、スマートスピーカーも作れます。同じようなクラウドサービスには、Amazon Web Service、IBM Watson、Microsoft Azure などがあります。お好きなものを選んでください。終わりに。いかがだったでしょうか？ M5 スタックは発売以来、いろんなバージョンがどんどん追加されています。ますますいろんなことができるようになり、電子工作の世界が変わりました。この動画を見ていただいた方のうちの一人にでも、M5 スタックに興味を持っていただければ幸いです。ご視聴、ありがとうございました。